どうもこんばんは、ゴシックヴィンテージの大本と申します。はい、では今回ご紹介していくアイテム、早速なんですけれども、こちらになります。1990年代のドイツ軍のモールスキンパンツとジャケットが一着といった形になります。ここ近年、このドイツ軍のモールスキン生地を使用したこのパンツ、すごく人気で結構有名になってきているのかなと思います。でそこで今当店になんと色が結構揃ったっていうのと、ジャケットも一着あるので、今回ご紹介していければなと思います。まずこちらのパンツ、先ほどモールスキンっていうふうに言ったんですけども、折り方だけはモールスキンって一緒なんですけど、おそらく糸の太さが違ったりとか、まあ折り方の粗さが違ったりとかするのかなとは思うんですけれども、結構質感とかが変わってきます。フランスの、まあ、いわゆるモールスキンジャケットとかに使われるモールスキンって結構滑らか、まあ、ちょっと表現を難しいんですけど、まあ、ヌメヌメというか、すごく滑らかな触り心地をしているかなと思うんですけど、こっちのジャーマンモールスキン、ジャーマンクロスとかって言ったりするんですけど、こっちは結構サラッとした生地感になっています。ですが、コットンの、まあ、いわゆるツイルとか平織りとかと比べると、ちょっと気持ち光沢感なんかも感じられて、そういうところはモールスキンの良さが出ているのかなと思います。で色なんですけども、基本的にはこの白ベースの色、まあ、きなりクリーム色、ホワイト、その辺の色があるっていうのと、あとはブラックと、あとはオリーブ、一番こっちにあるジャケットですね、オリーブっていう、基本この3色になるのかなと思います。ただまあ今出てくるパンツとしてはこの白系がほとんどではありますので、この黒とかオリーブ系のものは相当珍しいのかなと思います。ではここからディティールを見ていきましょう。まずパンツのディティールからなんですけども、ここのトップボタンはこう内側に隠れるような仕様となっております。そしてフロントは全てボタンフライになっています。でベルトループがこう周りについているので、ちょっと大きめサイズとかを絞って履くのもすごくいいかなと思います。そしてあとはこうサスペンダーボタンなんかも、ここにちょっと縫い目があると思うんですけど、がついているので、サスペンダーなどで吊って履いていただくことももちろんできます。そしてバッグにはフラップがないポケットが一つですね。でそしてサイドにカーゴパンツらしく、まあ、ポケットがついてるんですけども、ここは M47 などと同じようにボタンを留めるためのこうフラップがついております。なのでこう留めた時にもボタンが表に出ないような見た目になっています。でこのカーゴポケットなんですけど、まあ、よく M47 と同じ大きさとか似てる作りだってよく言われてるんですけど、後で着画をお見せする際にも分かりやすいかなと思うんですけど、決定的に違う点がありまして、こう前こうマチが、袋のマチがついてます。そして後ろにもマチがついております。で M47 ってこの下にもマチがついてるんですけど、このドイツ軍のジャーマンモールスキンのパンツには下にマチがついていないです。なのでここが膨らまないので、立体的には意外となりづらいのかなと思います。そして裾にはこうベルトループがついているので、まあ、絞ったりとかシルエット変えて履くこともできそうです。そして最後、お股のところにベンチレーションっていって、まあ、フラワーホール穴が開いております。まあ、通気性を確保するためってことなんですけども、こんなところに穴開いてたら結構不安になる方、結構意外とお声をいただくので、ちょっと言うと、ここの穴って見せるタイミングってほぼないんですよ見えるタイミングがほぼないので、例えば座っている時にすごい大股広げて座ってたら、もしかしたらちょっとベンチレーション見えちゃうかもしれないんですけど、座り方するタイミングってないのかなと思うので、よっぽどまではこのベンチレーション見えないと思います。そして結構暑い時期とかってこのお股の部分って、まあ、どうしても蒸れやすいというか暑くなりやすい部分ではあるので、そういった意味でもこのベンチレーション意外と活躍してくれるのかなと思います。
で、このディティールはパンツどの色も全部総じて一緒になっております。では、じゃあ次ジャケットの方を見ていきましょう。こちらがジャケットになります。ミリタリーのジャケットなのに非常にシンプルなんですよね。もう本当にいわゆるフレンチヴィンテージのワークジャケットを想像していただくと、もうまさにそのまんまでいいのかなと思います。襟がついていて、胸ポケットと2つポケットがあります。で、ボタンで閉じるようになっていて、で、ワークジャケットと唯一違う点というと、ここ袖がそのまま筒状で終わっております。モールスキンのジャケットとかだと、ここにボタンを留めるための1本カフスみたいになってるかなと思うんですけど、こちらはそういうのがないので、もう本当にシンプルな形となっております。結構ミリタリーアイテムのジャケットとかって取り入れづらいなとかっていう方多いのかなと思います。どうしてもオリーブのカラーでちょっといろんな装飾というか、ボタンが結構ゴリゴリついてたりとか、いろんなたくさんポケットがついてたりとかっていう風なディティールがちょっとなかなか苦手で手出しづらいって方も多いのかなと思うんですけども、オリーブ取り入れるんだったら、このジャケットなかなか取り入れやすいんじゃないかなと思います。では、この後このパンツ2色とジャケット1つを使って合計3つスタイリングご紹介していきたいなと思います。はい、ということでいかがでしょうか。ちょっとね、最初白のパンツで1つ、黒のパンツで1つで、ジャケットで1つって形で3つにしようかなと思ってたんですけど、ちょっとこの一番細いやつ、ウエストがもうギリギリぴったりって感じで入ったので、ちょっと急遽スタイリング4つにしようかなと思ってます。これがご紹介したパンツで一番小さいサイズが2本ございます。サイズが00っていうサイズなんですけども、ウエスト結構僕細い方ではあるんですけど、でぴったりで、レングスも割とすっきりしてるかなっていったサイズ感になるので、男性でもちょっと小柄な方か、もしくは女性の方で履いていただくのがいいのかなと思います。ちょっとね、僕ぐらいの体型だとウエストは入るんですけど、結構この辺すぐピタって感じになってしまうので、男性の方だったら、ちょっとサイズ大きくても全然ベルトで絞って履いていただいた方がかっこよく履けちゃう気もします。もしくはちょっとこういう風にアイビーじゃないですけど、ちょっとピタッとしたパンツなんかにジャケパンみたいなスタイルで履きたいなっていう方だったら、このぐらいのサイズ感も全然ありかなと思います。で、こう見ていただくとすごくシルエットスリムで、でちょっとテーパード効いてて綺麗な形なのかなと思います。で、こんだけ形が綺麗だと意外とやっぱり合わせるものを選ばないので、ちょっとこういうコックジャケットなんか合わせて爽やかにしてても、これからの春の季節にはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ということで2つ目はサイズが6ってサイズで、色がクリーム色になります。で、これは少しベルトで僕は絞ってるんですけども、で、レングスは2回ほどロールアップしてすっきり履いています。やっぱさっきと比べると男性はこのぐらいのシルエットで履いていただいていただく方がいいのかなとは思います。で、今日ちょっとたまたま黒が、靴が黒 で中に着てるものが、こういうちょっと白系のものではあったので、上にブラックのモールスキン合わせてモノトーンな感じに合わせてみました。下がカーゴパンツというやっぱり形が相当綺麗ではあるので、ちょっとこうやれた雰囲気のアイテムとも合ってくれるので、そういった意味でもこうフレンチヴィンテージとの相性は抜群なのかなと思います。個人的にはここまで綺麗に履けるカーゴパンツって本当にもう片手で数える程度しかないんじゃないかなと思っております。はい、ということでいかがですか。3つ目、黒のジャーマンモールスキンのカーゴパンツに
になります。でこれ最近入ってきてちょっとまだ着画とかも撮ってなかったので、まだあの僕の方でハイテイとかは一切してなかったんですけども、履いてみたらめちゃくちゃかっこいいですね。これ個人的にやっぱりきなりのパンツあんまり、まあ僕が普段あんまり履かないってのもあるんですけど、この黒のパンツがめちゃくちゃかっこいいですね。黒のパンツって例えばあのアメリカのブラック357であったりとか、イギリスの SAS のリップストックのパンツだったりとかってあると思うんですけども、その2つと比べるとやっぱりこっちの方がちょっと形としてはテーパードが効いててスリムで、でこのカーゴポケットの主張も全然少ないので、すごくきれいめに履ける黒のカーゴパンツって珍しいのかなと思います。今日ローファーを履いているので、こういうドレスシューズにも合ってくれるのがいいなと思います。で先ほどまでは割と、まあ、ユーロっぽい服装をしてたんですけど、ちょっと今回こうコーデュロイのもの、コーデュロイのちょっとオーバーサイズ気味のジャケット合わせて今っぽく合わせてみました。このスタイル結構個人的には大好物ですね。ちょっとこのパンツ余ってたら僕も購入検討しようかなっていうぐらいなかなかハマってしまうようなパンツになります。はい、ということで4つ目最後になります。ちょっと先ほどの黒のジャーマンモールスキンとこれいけるなと思ったので合わせちゃいました。上下で、まあ、色は違いますけどセットアップになりますね。上のジャケットサイズ僕でぴったりぐらい、 172cm62kg ぐらいで本当にジャストぐらいのサイズ感になります。でやっぱり色はオリーブでミリタリーらしいんですけど、こうミリタリーらしい装飾が全然ないので、こうきれいめに合わせていただけるのかなと思います。なんなら下がこういう軍パンとかでも上がそんなにゴリゴリなミリタリー感がないので、上下ミリタリーでも全然合わせていただけちゃいます。でこういう風に開けてきていただいても本当に全然問題ないので、イメージとしてはモールスキンジャケット、こういうワークジャケットの、まあ、単純にオリーブの色を持っているぐらいの感覚で合わせていただくのが一番いいのかなと思います。でこのぐらいの僕ぐらいでジャストでちょっとサイジングで着るのであれば、あとはチノパンとかっていう風にきれいめなスタイル、あとデニムなんかと合わせていただいてもいいのかなと思います。でもちろんこういう風にちょっと黒いパンツとかカーゴパンツとか、あとスラックスみたいなトラウザーとか、まあ、そういったアイテムと合わせていただくのが、まあ、シンプルで合わせやすいのかなと思います。でこれも生地感そんなに分厚くないので、でサラッとしてるので、春もうちょっと暖かくなってきたら、例えばロンティーとか T シャツとかの上からさらっと羽織って、でちょっとこうカフスはついてはないんですけど、ちょっとこうまくってあげて着るっていうのもいいのかなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。この軍パンらしからぬというか、すごくスリムな綺麗なシルエットをしているのかなと思います。もちろんロールアップせずそのまますっきり履いていただいてももちろんかっこいいですし、ロールアップしていただいても、まあ、チノパンみたいな雰囲気で履いていただけるのでかっこいいのかなと思います。そして大体こう白系のパンツ、このジャーマンモルスキンのカーゴパンツは大体こっちの白系になってくるんですけども、この黒だとまた結構雰囲気がガラッと変わって、でしかも希少性も高いってことなので、ぜひぜひこの辺も気になった方はチェックしていただけると嬉しいかなと思います。であのジャケットも最初にお話ししたようにオリーブカラーで、しかもミリタリーものなのにもかかわらずすごくシンプルにスタイリングに落とし込めるので、あんまりミリタリーもののジャケットをちょっと苦手で手出してないなって方にぜひおすすめしたいなと思います。では今回の動画が面白いなと思ったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。で今回ご紹介したアイテム全てオンラインショップにも載っておりますので、ちょっとなかなか店舗に来れないなっていう方はそちらもぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。ではスタッフ大本のインスタグラムの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。